はい、こちらマルシンより嬢さんの衣、3歳メス54センチです。お願いします。はい、新潟のマルシンさんの衣です。ブドウ衣ですね。マルシンさんの衣といえばですね、品評会でも、多数受賞しております。今年もですね、全日本で30部でしたかね、ブドウ衣がですね、特別賞いただいておりますけども、その系統となります。非常にやっぱりブドウ衣なんですけども、このブドウ色といいますか、この紫色のがやっぱり特徴的にしっかり出ているものがいいんですけども、しっかりこれもですね、その特徴を掴んでおります。そしてブドウ衣も、普通の衣もそうなんですけど、衣はやっぱり肌がいい方がいいですよね。やっぱり黄ばんでいると、せっかくのこの衣、藍衣もそうなんですけど、衣の自体がですね、よく見えませんから、この鯉に関しては真っ白に、肌、そして、紫色のブドウの色がしっかり出ております。そしてまたパターンがいいということが一番いいですね。また、衣はそうなんですけども、どうしても、体型が崩れてしまいがちな鯉が多いんですが、この鯉に関しては頭幅もあり、非常に素直なラインですね。肉付きもよく、おずつまで、ボリュームがしっかりついております。お腹も垂れることもなくですね、非常に素晴らしい衣と言えますね。はい、掴んでいきます。まず見てください、このパターンの良さ。丸点模様の花柄、段模様いいですね。顔もですね、四角い顔をしております。まるで紅白とかのような、顔をしております。ボディラインもですね、お腹もこう正面見ますとたるみもなくですね、いいんじゃないでしょうか。はい、横ですね、非常に特徴的な感じの色合いが出ております。肌も白いですね。はい、こちらも網目もしっかりしておりますね。はい、お腹の方もたるみもなくしっかりしております。手びれも綺麗ですね。非常に今開いておりますが、はい、こちらも非常に綺麗な鯉で、仕上がりもいいので、品評会でも使っていただける、そんな衣、じゃないでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。